ブルーで乾杯。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りします。さあ今回は人情横丁にありますこちらのお店、寿司どころ山崎をご紹介します。カウンターのみ8席ほどの小さな空間、宮崎の地魚や様々な鮮魚が並ぶネタケースを眺めながらこだわりの握り寿司が楽しめるお店です。今回ご紹介くださるのは山崎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お魚にどんなこだわりがあるんですか？青島を主に、青島で足りないものは細島、川南あたりの魚を天然にこだわってます。おすすめいただいてもよろしいですか？はい、まずこれうちの自慢の煮穴子です。このまま召し上がってください。口の中でこの煮穴子とこのシャリがふわふわっと崩れていくんですよね。ありがとうございます。青島どれの釣り味です。おお、こちらはまた身がキュッと引き締まってプリッと感が際立ってます ね。これも青島どれのメイチダイという白身の魚です。上品な旨味でポン酢の酸味のバランスがすごくいいんですよね。おまかせ10貫というお寿司が握り10貫で2750円というのはあんまり教えたくないんですけどお得で、これは本当大満足のおまかせ握り10貫ですね。若い子もどんどん来てほしいです ね。寿司どころ山崎のこびきブルーに合う一品は何でしょう？はい、佐渡原の小林商店さん、うなぎの白焼き、一番大きいサイズなんですけど、これが本当いいうなぎなんで、お塩かわさび醤油で召し上がってください。じゃあこちら塩でいただきます。はい、食感がとってもふっくらしていて、香ばしい香りも鼻に抜けてたまりませんね。続いてわさび醤油でいただきます。結構たっぷりわさび乗せたんですが、効かないでしょあんまり。そう、うなぎの脂がたっぷり乗ってるので、はい、いい感じになるんですよ ね。ではでは、ここでこびきブルーをロックでいただきます。あ、美味しいですね。まあ、うなぎっていうのはこの白焼きになるとやっぱ大人の味で、こびきブルーにぴったし合いますよね。大切に味わいたいです ね。今回ご紹介した寿司どころ山崎の宮崎の旬を楽しめる料理とこだわりのお寿司、ぜひ皆さんも味わってみてください。それでは山崎さんもご一緒に、今夜もブルーで乾杯。寿司どころ山崎で使えるお食事券3000円分を抽選で5名の方にプレゼント。詳しくは番組ホームページまたは MRT アプリをご覧ください。お店の場所は中央通りから人情横丁へ、こちらののれんが目印です。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りしました。